今日は珍獣レモン店でございます。はい、エースギズモくん本物です。ねえ、まんまるですね。マックすごい可愛いんですよ。可愛い。こんにちは、ノーサバイ札幌のリコです。私は今九州に出張に来ております。こちらです。一度 YouTube で紹介させていただきましたティムカワ珍獣エモイ展、ノーサバイ札幌の動物たちとやってきております。今日はですね、こちらの珍獣展の様子を皆さんお送りしたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。それでは行ってみましょう。さあ、まずこちら入場口でございます。で、うちのエース今日からこのリズモくんアップで映っております。それでは進んでいきます。さあ、まずはこちらメンフクロウの竹蔵くんが皆様をお出迎えいたします。さあ、次に進めますよ。珍獣エモイ展でございます。こちらはですね、展示動物がずらりと並んでおります。珍獣展ノーサイ札幌でも夏に行っておりました。夏に出ていた動物もいれば出ていない動物もいます。エース、ギズモくん本物です。今日も一日頑張りましたか。はい、もう今5時なのでだいぶ活発になってきましたね。さあ、ここは小動物エリアです。ミーアキャット、こちらもノーサバイのミーアキャットさんです。あ、これ何できるか分かりますか。チュチュー、チュチュー、今見上げてくれた子たちが兄弟、そしてもう一匹マハロちゃんという子が潜っております。何匹です。コツメカワウソちゃん、あ、先ほどねご飯食べたのね。寝ていらっしゃいます。かわいい、泣き合ってますね。かわいいです。まずウサギちゃん、ウサギちゃんなでなでできます。優しく背中触ってください。え、ハリネズミ。さあ、ハリネズミさんのお家失礼します。あ、寝ていらっしゃいます。あ、活発だと思いますね。今日一日どうでしたか。かわいい、覚えてます。動物はかわいいですね。で、こちらヤドカリさんも触ることができます。はい、ですがハサミ、あの気をつけて触ってください。チョキンチョキンです。かわいいです。はい、モルモットさんも触れますので背中の斜めでしてあげてくださいね。あ、ちゃんちゃん、そしてこちらはフクロウ神社。
さあ、デンジラスの森にいたフクロウさんたちです。はい。タッチ君、アビシニア、今日も一日頑張りました。お疲れ様です。そして、ちいちゃいちいちゃい、インディアンスポップオーインディ。こちら、ワシミミズ君、マック君です。どうでしたか、今日の一日は。ね、まんまるです。マックすごい可愛いんですよ。可愛い。すごく可愛い。そして、だいぶ慣れていらっしゃいます。こうやって腕の上に乗せることができます。これで1キロ以上あります。結構重たいんですよ。そしてこちらは、白蛇神社でございます。白蛇さん。おみこちもご用意しております。そしてこちらビルマーニシネビ、あ、お姉さん今出してくれたんですか。5キロ以上のヘビさんをこんな感じでくるりしてお写真撮れます。お姉さんにっこりそして最後は出口にいるのは再発ホームのプティちゃん、プップどうですか。はい、甘えん坊です。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。ひもかわ珍獣エモい展、北海道のノースサファリ札幌は1月4日から冬季営業がスタートになります。どちらもコロナ対策万全で行っておりますので、大変な世の中ではございますが、ぜひ遊びに来てください。では本日最後に登場してくれたのはミーアキャットのベイビーリトちゃんとノースサポロリコでした。ありがとうございました。